島県双葉郡浪江町の希望の牧場でございます、今日は問題になっております反転牛を一頭産直でやってまいりました。農水省の皆さんにも間近で見ていただきたいと思います。何かあったらごめんね。前開けろって。お前が一番危ないんだよ。お前さんが危ないね。危ないからやめなさい。お前さんが危ないね。わらつじ安全。鼻がちびれちゃうぞ。事故の後1年後ぐらいに出ました。こういうのがね、事故の後1年ぐらい。さっき覚えとけよ。オス10歳1年で判定が出た。これでいいの。要請の中身、旧警戒区域に生き残った牛の殺処分の中止、2番目、汚染牧草を被爆牛の餌として早急に認めること。3番目、今そこにお牛にあったような白斑症状の原因の徹底解明、被爆の影響可能性を排除せずに染色体や遺伝子への影響調査を含めてやってもらいたい、そういうことです。おいしんぼという漫画の報道が、本当あの漫画の表現についてね、いろいろと問題が起こりました、僕はですね、政府のいろんな偉い閣僚さんが、風評、福島の復興に対する風評を煽り立てるような表現はよろしくないという、これはもう表現の自由に対するもう介入の干渉だと思います。もう原発に関わる様々な自由な意見の発表ができづらくなっている中で、僕はあの漫画の事件の顛末を見ながらですね、やっぱりこの反転牛でちゃんと言わなくちゃいけないという決意をすることになりました。私はですね、放射能が流れたところで今空間線量3マイクロシーベルト毎時あります。場所によっては4も5も6もありますし、うちの牧場の入り口、今除染活動作業員さんがやっておりますけど、この間まで13マイクロシーベルトありました。とんでもない話です。そういうところにずっと4年間もいた牛たちは汚染された、草を食べながら内部被爆しております。国がこういう牛たちを殺処分しろと片付けろと言ったのは基地区政策と言います。捨てる地区政策、基地区政策はやがて棄民政策につながると僕はもう当初から見ています。基地区棄民、仮設住宅で人生の終末迎えられない。でもそうやってくたばる人がこれから続々と出ます。津波で180何人か、その上に300人を超える震災関連死、この夏あと2年なんて持たないだろう。誰のせいだ。僕たちは原発事故を起こした責任ありません。僕たち被害者、避難民、被爆民だよ。なのにまともな賠償もなく仮設でみんなくたばりそうになってる。自滅の道を今たどろうとしております。僕たちは人生潰された。そして未来もない、ありません。